こんにちは、レイセンです。今日は11月15日木曜日になります。絶食214日目です。天気は晴れですね。いい天気です。雲一つないですね。で、睡眠時間は今のところ4時間ですね。4時間だけしか寝てない。今日は割と早く起きてねでちょっと瞑想とかやったりしてたけど、本読んだり、なんで早かったのか分かんないけど、っていうか、あのね、ちょっと最近ね、睡眠時間が7時間ぐらいで長くって、で、個人的にね、なんか、もっと早く起きたいな、もっと早く動きたいなっていうふうに思ってたんだよね。思ってたら、やっぱね、望めば必ず叶うんだよ。望めば必ず叶うね。思ってたら、ほんと即叶ったね。即叶った。で、4時間、今日4時間ってところです。で、一応ね、今エアコン入れてる。空調かけてる。暖房ですね。暖房入れてて、で、あと、加湿器もつけてるもんで、まあ、温度計はちょっと今日見てない。室内温度とか見てもしょうがないもんで。25度ぐらいだったかな。25度ぐらいだったね。見とこうかな。今室内温度26度で湿度が 32%。 32%、 違う、27% だ全然違ってた。で、時間の方は午前7時40分ぐらいです。まあそんな感じですね。尿回数は1回出てるところですね。で、今日は2リッター絶食だね。をやろうと思う、今日は。一回やってみる。一回2リッター絶食。で、一応ね、今まで 1.5 リッター絶食、もしくは 1.5 リッター絶食、プラス 500ml 以内の果物ジュース。これも OK。両方 OK にするっていうふうにやってたけど、さらにそれプラス2リッター絶食も OK にする。私が決めた。私がルール2リッター絶食も OK。 2リッター絶食できた時は達成にする。2リッター絶食も同じで、2リッター絶食プラス生果汁、 500ml 以内の生果汁を取った、まあ、場合も OK。 それ 500ml 以内であれば、生果汁は取っても OK にするもんで、にしてる。それは2リッター絶食の時も同じだね。同じ、まあ、生果汁は、ある時、果物がある時、いつもやるわけじゃないからね。まあ、今日はやろうかなっていう時とか、まあ、果物がたまたま手に入ったとか、まあ、そういう時にやるっていう感じで やっていく。どのぐらいのペースで果物ジュース、生果汁を作るかどうかはちょっとわかんないけど、まあ、いろんな形で試していこうかなとは思ってるもんで、ね、とりあえず2リッター。2リッターが良さそうだもんで、良さそうっていうか、体重が今減っていくもんで、1.5 リッターだと。それはちょっと長く続ける上であんまりどうかなと思うもんで。で、2リッターで1回試してみる。まあ、2リッターで試してみて、ちょっとこれは瞑想がなんかいまいちだなとか、あと朝の若返りの具合とかも、まあ、見て、で、やっぱ 1.5 リッターの方がいいなと思ったら 1.5 リッターにまた変える。変えるけど、その場合はちょっと体重の落ち込み具合を、まあ、確認してなんか考えないといけないね。その場合はあんまり痩せていくと、その顔の状態、やっぱ頬とかこけていくんだよね。顔の状態がやっぱりやつれていくもんで、ほんとは老化してるのか、単に痩せてやつれただけなのか分かんないんだよね。本当は若返ってるはずなのに、やつれたためにそれがよくわからないっていうふうになっちゃうと、実験としてダメだもんで実験にならないもんで、だからあんまり痩せちゃダメなんで、痩せたら意味がないんだよ。その判別がつかない。痩せてこういう今の痩せたことによって、なんか顔の感じが悪いのか、それとも老化したのか何なんだっていう風なのが分かんないのはまずいもんで、
からまああんまり痩せるべきではない。やっぱり 18.0 までだね。一番下は 18.0。まあ18.0 から 18.9 の間、この間でまあやる、必ずやるっていうところ、まあ、決める。で、まあ、できたら 18.5 のところをキープしたいなっていうふうに思ってる。 2.0、 2リッター税食で、まあ、体重がどのぐらいになっていくか分かんないけど、まあ、そこは試してみないとってとこだもんで、まあ、今日それを試すってとこですね。まず2リッターで、今日はとりあえずね、どうしようかな、とりあえず 全種類取ろうかな。オレンジ、アップル、ミックスフルーツ、そしてトヤミックスだね、この4種類全種類取って一回やってみる。ってとこだね。トヤミックスをね、3倍っていうのもちょっとやってみたいんだよね。トヤミックス3倍だけっていうの。ちょっとやってみたい。1.5 リッター税食になるけどね。今日それやってもいいけどな。まあでもな、ちょっとね、トーカミックスも飲みたいんだわ。トーカミックスも飲みたい。まあ今日じゃなくてもいいかな、それは。またの機会でもいいかな。とりあえず2リッターがどんな感じなのかっていうのを見ないとなって思うもんで、それ見てからだね。で、今後の、流れっていうのをまた決めたいもんで。ということで今日は2リッター絶食で、全種類の味を、まあ今日は使うっていうところです。で、あとは生果汁はグレープフルーツが1個あるもんで、あれで生果汁をどっかのタイミングで作るっていうところですね。そしたら、絶食214日目始めていきます。1杯目作っていくんだけど、ちょっとオレンジで作ろうと思ったんだけど、今日、昨日が、まあ、1杯も野菜ジュース取ってないもんで、今日やっぱり野菜ジュース、2杯、トヤミックス2杯取ろうかなって思う。今日はね、全種類まあ取ろうかなってさっき言ったんだけど、やめて野菜ジュース2杯、トヤミックス2杯とトーカミックス2杯だね。今日はそれでやる。まあ昨日いっぱいもトヤミックス取らなかったのがやっぱちょっと気になるもんで、今日はちょっと多めにっていうことで取ろうかなと思う。ってことで、カゴメの野菜1日これ1杯これで作っていく。朝は、まあ、オレンジの方がいいと思うんだけどね。まあ、今日は、まあ、昨日は全然ゼロだったもんで。ってことで、ちょっと今日だけっていうか、まあ、わかんないけどね。わかんないけどね。250。まあ、いろいろ試してみたらいい。で、キッコーマンの無調整豆乳ですね。これ250で200、今日は2リットル取るんで、まあ割と多めに飲んでも大丈夫だろうっていうところですね。200、まあいつも5口だけど、まあ、もうちょっと多めでもいいかな。したらこれ飲んで、シャワー浴びて、油塗って、で神棚やっていきます。トーカミックス作っていきます。本日2杯目ですね。ファミリーマートのオレンジ、これをもうあとラスト1杯分かな、250入れて、これでオレンジちょっとなくなっちゃうんで、どうしようかな。まあとりあえず昨日買ったミックスフルーツを消化するかな。
オレンジもちょっと買っといた方が良かったな、やっぱり、うん、瞑想にやっぱりいいもんで買っといた方が良かった、うん、けど、まあまあいいや、またどっかで買ってくる、買い出し行ってくる、まあ、今日は行かないかもしれんけど、明日もしかしたら買ってくるかもしれない。あ、で、いつも通りキッコーマンの無調整豆乳ですね、250。まあ、一応3種類は常にある状態にしとこうかなって思う、うん、そしたらこれ飲んでいきます。10日ミックス作っていきます。一応まあ2時も終わったってことで、まあでも今日3杯目なんだけどね、これファミリーマートのミックスフルーツ、これを250、まあ、今日は2リッターゼシクなんで全部で4杯と、あとグレープフルーツを取る形で やれると思うけどな。なんか今日はね、まあ、朝起きたのが早いっていうのもあるけど、消費が激しい、ちょっと激しい、うん、今日はなんか、うん、たくさん必要な日。あ、キッコーマンの無調整豆乳ですね、250。なんかね、今日はたくさん摂取物、うん、飲み物が必要な日、まあ時々ある、時々あるんだけど、そういう日かもしれないってちょっと思ってる。わかんないけどね、やれそうだったらそのまま2リッター絶食でやるけど、うん、今日はちょっとたくさんいるかもしれないってところですね。そしたらこれ飲んでいきます。今日使うのはこれですね、グレープフルーツ1個。まあ普通にスーパーとかで売ってる大きさですね。これ1個で作っていきます。今作ってきました。量はどうだろうな、まあ170ってところですね、170ぐらいですね。うん、まあ1個で170、まあそんなもんかな。りんご2個で300から350だったんで、まあこんなもんですかね、170。ね、どうせ作るんだったらやっぱ300ぐらい欲しいですよね。170ちょっとしかないじゃんっていう、うん、なんか作った気がしないもんで、やっぱ生果汁作るときはリンゴだったら2個、まあグレープフルーツとかでも2個だな、オレンジとかグレープフルーツも2個欲しいところですね。まあ作るんだったら最低でも、うん、まあ500ぐらいあると一番いいなと思うけどね。ちょっと味、うん、まあ酸味は強いけど、グレープフルーツ独特の甘さもあるし、美味しいね、うん、酸っぱさ、酸味がやっぱ強いかな。でもね、やっぱグレープフルーツはやっぱそのまま食べた方がいい、食べたいと思った。もう剥いてる時にあれしゃぶりつきたいなって思ったもんね。うん、美味しそうだったから、もうあのまましゃぶりつきたいって。その方が満足感高いしね。これ飲むよりも、うん、あのまま食べた方がやっぱり、うん、満足感は高いとは思うし、まあ、美味しいと思うしね。うん、これはこれででもいいな。うん、結構いい味してるですね。
そしたら、まあ、これちょっと飲んでいきます。トーヤミックス作っていきます。カゴメの野菜1日、これ1杯ですね。これを250入れて、夜はもうトーヤミックスって決めた、今後はトーヤミックスでいく、夜はね。朝はまあオレンジの糖化ミックスもしくはトヤミックスどっちかけど、夜は絶対にトヤミックスで、これが今日4杯目っていうか、あのまあ生果汁を省いて4杯目ですね。でこれで今日進めば2リッター絶食達成、まあいいとこでしょうね。そしたらこれ取っていきます。おはようございます。今午前8時48分ぐらいですね。そしたら今日もウイロウリ2回やって、ちょこっと瞑想やってから体重測定入っていきます。あれなんで下がってんだ。ちょっと待ってよ。あれ2リットル取ったよな。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、まあ66ってところですね。変わってないですね。血圧測っていきます。108-74です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。いい天気でした。睡眠時間は5時間です。深夜0時から午前4時までの4時間と、午後10時50分から11時20分までの30分間と、午後11時半から深夜0時までの30分間ですね。合わせて5時間っていうところです。夜あの椅子、リクライニングの椅子でちょっと寝ちゃってたもんで、それで1時間プラスしてってとこですね。で、ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしってところです。で、飲んだものは生果汁が 170ml で、野菜ジュースが 500ml で、豆乳の方が 1000ml で、果物ジュースが 500ml で、水は0ってところですね。で、合計が 2170ml で、水0なんで実質も2170ってところです。で、今日は2リッター絶食達成ですね。2リッター絶食達成。1.5 ではなく2リッターですね。
500ml 以内の生果汁も OK なんで、まあ、2リッター絶食達成っていうところです。尿回数は5回出ています。濃さは平均的な濃さからかなり薄い時と、あとほぼ無色っていう時がありました。量は少し多めから平均的な量、あと少し少ない時があったってところです。で、大便は0ですね。今日は出てません。おならは日中3回あって、夜もまあ3回ほどあってってことなんで、まあ、1日通しておならは時々ありってとこですね。で、匂いはなしってところです。で、今日の計測時間は午前9時20分頃に計測しています。体重は 57.00kg でマイナス 0.35kg の減少ですね。これよくわかんない。なんで減ったのかよくわかんない。まあ、時々なんかでもありましたよね。今まででも。なんか急にあれっていう感じで、いきなりなんか体重が減ってたりする時ってあったんで、まあそういうのなんだろうと思うけど、ちょっとね、ちょっとね、びっくりした。今日は2リットルなんで、体重少し増えるかなと思ってたんだよね。増えてくれるかなと思ってた。それを期待してたんだけどね。なんかちょっと、増えるどころか、平均ですらないよっていう。しかも1.5リットルでやってた頃以上に落ちてるよっていうね。よくわかんない。で、BMI は 18.0 で、マイナス 0.1 の減少です。もうギリギリ来たね。もう18切って17入ったらちょっとまずいぞって言ってたのに、もう、なんかあっという間に18来ちゃった。で、まあちょっとどうしようかなって今考えてる。まあどうしようかなってとこですね。で、体脂肪率は 10.7% でマイナス 0.6% の減少です。で、血圧は108-74。最高血圧マイナス1、最低血圧マイナス4ってところです。まあ大体同じところですね。血圧は安定してるっていう見方でいいと思う。で、脈拍は57でマイナス3でですね。脈拍がなんかちょっとずつなんか下がってきてるかなってとこですね。で、ウエストは66で変化なしってとこです。2リットル取った割にはなんか全体的に数字がなんか下がってる感じですね。うん、体重、体脂肪率、もう血圧もまあ血圧はまあほぼ同じって見方でいいと思うけど、なんか脈拍がちょっと下がってるのが気になるぐらいかな。ウエスト66だけどね、66より3ミリぐらいちょっとね、細いかなとは思った。まあ、66にしちゃったけどね、微妙に 65.7、それぐらいかなっていうような感じだった。ウエストもはちょっと細くなってる。その感じ。やっぱバイオリズムっていうのがあって、その日によってまあたくさんなんか欲しい日とかそうでない日、今日は全然なんかいらない日とかあるのとまあ関係してると思うんだけど、バイオリズムがやっぱりあって、それによって体重の変動率っていうのもやっぱ出てくるんだよね。今までのその断食のずっと過去のやったやつ、今までやったやつ見ててもやっぱりそういう日っていうのはあったもんで、まあ今日はそういうことなんだろうなとは思う。うん。思うけど、まあちょっと体重、あんまり下がるとね、あんまり下がってきて、ここ頬がね、痩せこけてくると、これ老化なのか、単に痩せてるだけなのかの判別がつかないんだよね。こそ若返りの具合っていうのをいつも毎朝見てるのに、その若返りの具合が正確に測れないっていうのかな。そういうふうになっちゃうもんで、あんまり痩せてくのまずいんだよね。あとまあ健康面とかちょっと危ない、あんまり痩せすぎも危ないもんで、危なかったよねちょっと前果物ジュースで絶食してた頃ね、危なかったね。あれ、まあ17切って16台に BMI が入っちゃうと本当にまずいからね、本当に危なくなってくるんで、まあ17台だったらまだ一応まあ大丈夫じゃ大丈夫かなとは思うから、まあね、今後、まあちょっとどうするかは後で話そうっていうところですね。で、今日の気づきですね。一応ね、昨日の、まあ今日も動画の編集作業、昨日の分の動画の編集作業やって、で、最後には確認もするんだけど、で、昨日の動画、自分の撮った動画見てたら、なんかね、やっぱね、
あの午後2時か3時ぐらい、まあまあ午後3時ぐらい、3時って決めてもいいかな、午後3時ぐらいからね老化が始まってるんだわ、うん、老化が始まってる。だ昨日はあの10日ミックス10日ミックス10日ミックスで1日10日ミックスだけでやってたんだけど、でそうするとそのまあ3時ぐらい、午後3時ぐらいからねなんか老化が始まってる感じがあった、うん、見てたらね、それまではね結構いい顔してたんだよ、それまではね、うん、だけどなんか、まあ、まあ昼超えてから、まあ、あの日がもう落ち始めてきてから、まあ、でまあ昨日の動画見た感じだと午後3時以降かな、3時以降にどん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 ちょっと老化が始まってる感じがあったもんで、だからあの東亜ミックスだね、東亜ミックスはあのやっぱそれまでには必要かなって思った、うん、一応あの 1.5 リッター全食やってて、東亜ミックスはラストの、 あの夜の一杯ですね、東亜ミックス一杯だけでやった時も若返りしたから、あの、まあ、午後3時以降、午後3時からあの夜7時までの間だよね、夜7時までの間にあの多少老化が進行したとしても、あの東亜ミックスを取ってで一晩寝るとそれであのやっぱぐんと回復するんだよね、若返るんだよね、だから多少マイナス分もあの簡単にあのカバーできるっていうのかな、そんな感じだったんだけど、だけど一応午後3時以降老化するっていうのが分かってるのであれば、まあ、それまでに東亜ミックスをちょっと取っといた方がいいんじゃないかなって思った。東亜ミックスを取ればあの若返りの方に働くもんで、老化する午後3時以降までに東亜ミックスをちょっと一杯やっぱ取っといた方がいいかなと思った。なのであの 1.5 リッター絶食でトヤミックス1杯でも、まあ、1歳ぐらい若返ってたから、あの、まあ、あれはあれでもいいんだけど、あれはあれでもいいんだけど、やっぱトヤミックスね、あのまあ 1.5 杯から2杯ぐらいやっぱ取った方がいいかなとも思ったね。まあ少なくとも1杯以上だね、1杯以上取るといい。まあ夜だけにトヤミックス1杯でも、まあ、あの1歳若返ったもんで、まああれはあれでも十分なんだけど、一応午後3時以降ちょっと老化が始まるもんで、まあ、朝トヤミックスを取るか昼にトヤミックスを取るかはした方がいいかなって思った、うん、ちょっとね今日そういう風にちょっと思った、あの昨日の動画見てたらね、やっぱ午後3時以降に老化が始まるよ、トヤミックスを取ってないとね老化が始まるよ、うん、まあそんなところかな。でまあそうだね、うん、その前にトイレ行っていこう、うん、でそうだね、あとまあ、 あの今日の顔の状態朝はちょっと確認したんだけど、うん、あのねまあ若返りがねゼロではないと思った、ゼロではないなと思った、うん、ちょこっと良くなってるかもなっていう感じだね、ちょこっと良くなってるかもなっていう感じはした。ただあの 1.5 リッター絶食で1あのやった時に比べるとちょっとやっぱりね若返りの具合が悪いかなって感じた、うん、1.5 リッター絶食であの1日2杯トヤミックス取った時を100とすると今日のはね、まあ、30ぐらいかな、ゼロではないけど、まあ、少し若返ってる感じがある、なんか肌の状態がねいいんだわ、ちょっとねここの肌のね触り心地がねちょっといいんだわ、ちょっといい、なのででまああの、まあ、顔見た感じもなんていうのかな、あのちょっと、うん、ちょっとまあ良くなってるかもなとは思った、私のまああの物差しでね、うん、だからゼロではないけど 1.5 リッターの絶食に比べると2リッター絶食はねちょっとね若返りの効果が落ちるな、ちょっとっていうか結構落ちる、うん、1.5 リッター絶食を100としたら30ぐらいだからかなり落ちるな、ゼロではないけど30ぐらいの若返りになるよって、うん、って思った、うん、だからねやっぱ 1.5 リッター絶食が一番いい、1リッター絶食だと逆に老化する、 1.5 リッター絶食だとすごくあの若返りするよ、すごくっていうか今のところ一番いい感じで若返りするよ、で2リッターにすると
あの若返りの効果が落ちる 30% ぐらいに落ちるよっていうねそんな感じだね。となると 1.75 リッターはそのまあ、30% から 100% だね。 30% から 100% のその間ぐらいになるだろうと予想されるもんで、そうするとまあ若返りの効果は 60% ぐらいになるかなとは思う。 1.75 リットル、まあ、やってみないと分かんないけどね、おそらくね、おそらくまあそのぐらいになるんじゃないかなって思う。だから結論から言うと 1.5 リッター絶食だね。 1.5 リッター絶食が一番いい、若返りに一番あの効果が高いっていうかな、メソッドとして一番いいのは 1.5 リッター絶食だねって思った。 1.5 リッター絶食がやっぱ一番いい、若返りには一番いいで、ここで少なくとも1杯以上は豆やミックスを入れるっていうのだね、うん、これだね、うん、これがあのメソッド、一番今までやった感じでもうはっきりしたメソッドです。一番いいのはあの 1.5 リッター絶食で、少なくとも1杯以上は必ず豆やミックスを加える。で、加えつつ、あの、ラムさんの本を読んで、あとは思考の作り込みをやるっていうね。瞑想をする。これだね。これ。うん、ただ、体重がちょっと落ちてくんだよね。緩やかに徐々に落ちてく。そこだけどうしようかな。うんって思ってる。で、とりあえずは、あの、まあ、ここまで分かったもんで、まあ、今後は 1.5 リッターをメインでやっていく。で、豆やミックスも2杯ないし、1杯は必ず取る。で、夜、やっぱね、あのね、やっててね、思ったのは、まあ、感じたのは、やっぱりね、その、若返りするときはね、夜寝てるときだね。夜寝てるときに若返りをする感じがある。大きく若返る感じがあるっていうのかな。夜寝てるときにね。うん、やっぱ朝起きて、あ、なんか結構違うっていう、わかる。だから、夜は、やっぱり夜に豆やミックスを取った方がいい。夜、豆やミックスを取って、それで寝るっていう状態。これがやっぱ若返りにいいと思うもんで、やっぱラストはやっぱ豆やミックス。夜は豆やミックスの方がいいと思う。寝てる時って、やっぱまあ、エイブラハムも流れに任せるっていうのが大事って言ってて、で、寝てる時っていうのはね、流れに任して、なんか、流れていってるらしいんだよね。やっぱ、体一番リラックスしてる状態が寝てる時だもんで。で、寝てる時っていうのはやっぱり流れに任せて、まあ、下っていってる状態だよね。で、下流に望むものはあるっていう風に言ってる。だまさにその感じで、寝てる時に自分の若返りっていう、その望む状態に今、川下りをしているっていうのかな。リラックスした状態で川下りをしている、エイブラハムが言ってる下流にあるよっていうところに到達するためのこの川下り、リラックスして流れに任せて川下りをしている、これがちょうど寝てる時に行われるもんで、だから若返りをするっていうのは寝てる時に若返りしていくっていうのが一番強く大きく若返りするのは寝てる時間帯なんだよね、おそらくね、今までやった感じだとね。だからやっぱり夜は豆やミックスが一番いいと思う。一番いいと思う。だから豆やミックスは必ず一杯入れる。で、その一杯は必ず夜だね。夜。夜午後7時以降だね。夜午後7時以降の一杯は豆やミックスを必ず入れる。2杯取るときは朝ないし昼だね。朝ないし昼に取る。で、朝はね、オレンジの豆花ミックスがね、瞑想、すごく質のいい瞑想が、できたもんで、朝、オレンジの豆花ミックス飲んだときね、朝、最初の一杯目、オレンジの豆花ミックスを飲んだときは、すごくいい瞑想ができたもんで、朝はね、オレンジの豆花ミックスでもいいと思うし、あとは、若返りを最優先、まあ、若返りというか、まあ、思考の作り込みも若返りにすごく大きな、力を持ってるというか、大きな、まあ、影響を与えるもんで、どっちもいいかなと思う。うん。設計図、自分の望む家の設計図を、しっかり書きたいと思った時は、朝オレンジの豆花ミックスだね。まあ、瞑想、思考の作り込みがしっかりできる。うん。で、それより資材、設計図よりもその材料、家を作るための資材、材料の方にちょっと質のいい材料を、まあ、準備したいっていう時は、豆やミックスっていうのかな。まあ、例えるならね。うん、朝は豆やミックスでもいいし、オレンジの豆花ミックスでもいい。
どっちか、どっちかでいい。瞑想をやりたいときはオレンジの透過ミックスだし、まあ今日はそう瞑想をやるわけでもないっていうのであれば、まああの若返りの、まあ昼午後3時以降から老化していくもんで、それまでには透過ミックスちょっと一杯取りたいなっていうので、まあ朝透過ミックス取ってもいいし、まあ昼だね、昼、まあ 1.5 リッター絶食でやるなら5時間ごとのペースだね、5時間ごとで取るもんで、朝9時から午後2時まで、朝9時から9時から午後2時までで1杯取って、午後2時から午後7時だね、午後7時まで、午後2時から午後7時までで、もう1杯、2杯目取って、午後7時から深夜0時までな、深夜0時までが3杯目になるもんで、午後2時からあの投薬ミックスを取るっていう形でも、ちょうどあの老化する時に合わせて投薬ミックス取れば老化しないもんで、そうすると透過透過透野透野っていう形だね。これでまあ、3杯、合計3杯で 1.5 リッター贅食、まあそれでもいいし、透野透過透野でもいいし、まあ、1日2杯取るんだったらね、透野ミックス1日2杯取るんだったら透過透野透野、もしくは透野透過透野っていう形だね。そういう風にしてやってみる、まあ、今後そういう風にやってみようかなと思う。まあ、とりあえずやっぱ透野ミックス2杯取った時は一番調子よ、若返り良かったもんで、まあ、あの日がたまたますごく体の状態もいい時で、それに合わせて透野ミックス2杯取った 1.5 リットル絶食をやったからっていう可能性もあるからね。もっと同じやり方で、同じ 1.5 リッター絶食で透野ミックス2杯取ったやり方で、ちょっと続けてみると、まあ、傾向がもっと詳しくわかるっていうのかな。1日だけだとたまたまっていう可能性もあるしね。だから、ま、今後は一応透野ミックス2杯と、2杯の 1.5 リッター絶食を基本とする。基本としてやっていく。それでどんな感じで若返るのかっていうのをちょっと見ていきたいもんで、それを基本とする。今のところその形が一番ね、若返りが一番良かった時だもんで、これをちょっともっと重点的にやってみようかなって思ってる。うん、で、まあ日によってやっぱバイオリズムがあって、日によってなんか今日はちょっとエネルギーが足りないな、もっとエネルギーが必要だなって体が求めてる時、体と心が求めてるときは、ちょっともうちょっと多めに取っちゃうもんで、1.5 リッター絶食ではないけど、そのときは、まず250だけ取って、1.75 リッターでできるかどうか試してみる。そうすると、まあ、1.75 リッターのときの、まあ、具合っていうのも見れるしね。で、1.75 リッターでもちょっとまだ足りないよってなったら、もう250追加で作って、2リッターだね。250作るときは、125プラス125だね。まあ、ファミリーマートの果物ジュースないし、カゴメの野菜一日これ一杯を125入れて、で、キッコーマンの無調整豆乳を125入れて、250っていうのを作る。で、まあ、なるべく2リットルまでに抑えることができたら、まあ、若返りするもんで、2リットル超えるとね、もう若返りはしないな。しないな。まあ、2リットルの状態で 30% ぐらいだから、まあ、2250ぐらいがちょうど、まあ、若返りのギリギリのラインっていうのかな。まあ、2250だともう若返りしないと思う。しない可能性が高いっていうのかな。この状態だとね。この感じだとね。まあ、2リットルを超えるともう若返りはあんまり、顕著には現れないっていうかな。うん、まあ満足するほどの若返りはちょっと見られない可能性が高いっていうのかな。2リットル以上はね。うん、でやっぱり 1.5 リットルから2リットルの間、で2リットルはまあ若返りの具合がまあ 30% ぐらいっていうふうに今思っといた方がいい。だからやっぱり若返りにとって一番いいのはやっぱ 1.5 リッター絶食なんだよ。1.5 リッター絶食だけど、まあ、その体がちょっと 1.5 リットルじゃ足りないっていう日も出てくると思うもんで、その時、まあ、なるべく2リットルぐらいまでに抑えたらいいっていうところだね。そうすると、まあ、若返りの、若返りの、まあ、その、勢いって流れっていうのかな。を維持したままやっていけるっていうのかな。うん、若返ったけど、なんか今日は全然若返ってない、若返った、若返ってないとか、
こうやってなんか変に変動するんじゃなくて、あ、どん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 いい感じで若返っていってるっていうのを、まあ実感できるっていうのかな。1.5 から2の間で、続けていけたらね、いければね。って思った。うん、そういうふうに感じたっていうか、まあ今までの結果から分かったことだね。うん。だメソッドとしては、1.5 リッター絶食。で、豆ヤミックスを最低1杯以上は取る。だね。うん、でラムさんの本を読んで思考の作り込みをする。やっぱ設計図がちゃんとできてなければ仕上がらないもんで、ラムさんも思考によって現実化が図られるっていうふうに言ってるもんで、まず思考があるんだよ。だから思考の作り込みができてなければ仕上がらないんだよ。設計図が出来上がってなければ家は建たないからね。望む家を建てたいのなら望む家の設計図が必要になってくる。だからこういう顔、18歳のこういう顔っていうその設計図をまず作ることなんでね。設計図をその設計図をまず仕上げる。青写真、設計図を仕上げて、それプラスその、ものを作るための、あと材料がいるよね。質のいい材料。十分な材料。その材料に当たるのが 1.5 リッター絶食で、豆ヤミックスなんだよ。うん。1.5 リッター絶食の豆ヤミックスっていうのが材料に当たるんだよ、これが。そういうことだね。うん、まあ、その 1.5 リッター絶食の豆ヤミックスを1杯以上入れた 1.5 リッター絶食っていう材料と、あと設計図。設計図は思考の作り込み。で、思考の作り込みがいかに大事かっていうのを、まずは自分で知らなきゃいけないからね。知るところから始める。それをラムさんの本から知るっていう。だからラムさんの本が一番大事。だからラムさんの本を読んで、あ、思考の作り込みは大事なんだな。そして、自分たちには無限の自由があって、なんだって、この世界で実現できるんだっていうね。この、意識だね。この意識をまず持つことだよね。まず持って、その上で思考の作り込みをやる。それによって、自分の望む設計図だね。望むものを作り出す設計図。こういう車を作りたいと思ったら、その車の設計図だよね。その設計図を思考の作り込みによって、作っていく。イメージして作っていく。車の設計図も、きちんと作ったら、望んだその通りの車が出来上がる。望んだ性能の車が出来上がるけど、その設計図が中途半端だと、形はなんか出来上がってるけど、なんか性能がいまいちだな、みたいなね。そういう風になっちゃうもんで。だからそれは設計図がなんか、やっぱり十分じゃなかったってことだよね。だから思考の作り込みが十分じゃなかったっていうことなんだよ。だから思考の作り込みはやっぱすごく大事だもんで。で、成功するしないはやっぱり思考の作り込みがうまくできてるかできてないかで。その車は、望んだ車を作った。望んだ車を作りたいと思ってても、設計図が不十分だったら、その性能がいまいちなものが出来上がっちゃう。それは成功したとは言えない。自分の望んだものが出来上がってないから成功したとは言えない。だから設計図がきちんと出来上がっていれば、望んだ性能の車が出来上がる。それは成功だよね。その成功がしたしないっていうのは、設計図がきちんとできたかできてないかの違いであって、それは詰まるところ、つまり、思考の作り込みがうまくしっかりやれたかやれてないかの違いなんだよね。だから思考の作り込みがうまくやれたかやれてないかによって成功するしないが変わってくるもんで、だから思考の作り込みが大事なんだよね。うん、で、まあ、物を作るには、家を作るにしても、車を作るにしても、材料が必要だ。材料が必要。その材料っていうのが、1.5 リッター絶食で、豆ヤミックスを最低1杯以上は入れるっていうこと。で、その、車を作るにしても、その技術屋さんがいるよね。その車の部品を作る職人さんとかいるよね。うん。その職人さんに当たるのが、ラムサーが言う、父なる神なんだよね。父なる神は、自分が思考したことを、思考したもの、そのものになってくれるっていうふうに言ってる。まあ、こういうペンを思考したら、このペンという、この形、この姿、この材料、この性能、この、そのものになってくれるんだよ。この父なる神っていう。だから、父なる神っていうのが職人なんだよね。要するに、職人に当たる。うん、設計図は思考の作り込みが設計図。その思考の作り込みが設計図に当たる。材料は、まあ、私が、言った、その 1.5 リッター絶食で、豆ヤミックスですね。うん、で、職人は、父なる神が、父なる神は、もう、最高の職人なんで、
そこは気にしなくてもいいってとこだね。うん、そのだからあの気にするべきは設計図、思考の作り込みの設計図、そこだよね、そこと、あとメソッド、メソッドはあの私があのお伝えした内容、今までにお伝えした全てだよね、がメソッド、うん、ってところです。まあそんな感じだよね。だから今後は 1.5 リッター絶食をメインに基本にして、トヤミックスを1杯から2杯取っていく、これこの形で、あとはまあひたすら思考の作り込みで瞑想を続けていくっていうところです。まあそんな感じですね、うん、だからまあ2リッター絶食だと、まあ若返りはまあ大体あの 1.5 リッター絶食の3割 30% に今あのちょっと下がるよってところ、うん、そんな感じかな。まあ、であとまあ心と体はやっぱ無理すると老化するもんで、うん、だから無理はしない、絶対無理しない、頑張らない、絶対が頑張れば老化する、頑張らない、うん、心が無理すると心は拒否反応を示すようになるから、それも良くないから、頑張らない、絶対頑張らないってことだね。頑張らないでやる、無理をしないでやる、心も体もあの頑張らない、無理をしない状態をあの心がけるってところだね。うん、まあそんな感じかな。うん、そんなところですね。うん、そしたら、絶食214日目完了です。それではまた明日。